皆さんこんにちは、メディアビーコンの田中です。お待たせしました。トイック L&R テスト第323回、2023年5月21日午後の部を受験してきました。受験された方お疲れ様でした。ここ最近は難化傾向が続いていたんですが、今回は比較的優しい回でした。今回は私と同じ午後の部を受験した方だけでなく、午前の回を受験した方、そしてこれからトイック受験するよという方にも役に立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回私が受験したフォームはパート1の1枚目が一人の男性が箱を持ち上げている写真のフォームでした。トイックにはフォームというものがありまして、同じ日の同じ回を受験した方でも解いている問題が違うということがあるんですね。今回私がお話しするのは一人の男性が箱を持ち上げている写真のフォームですが、このフォームじゃなかったという方にも役に立つようなトイックの最新の傾向、そして対策についてお話ししていきますので、ぜひご覧ください。そしてですね、最近トイック出題される単語すごく難しくなってきています。その原因の一つに、TOEIC に出てくるトピックが多様化している、それに合わせて出てくる単語もとても広がっている、そういった傾向が考えられます。そこでメディアビーコンの公式 LINE では、今回のテストの出題を踏まえた TOEIC 最新単語リストを配布しています。 TOEIC 対策もっと効率的に行いたいという方は、ぜひお友達登録をして最新の単語リストを受け取ってください。はい、ではパート1から難易度についてお話ししていきます。パート1は普通としました。最近パート1は難化傾向続いていましたが、今回出題された単語や表現はそこまで難しくはなかったです。ただ注意すべき問題として、主語動詞目的語は全て正しいんですが、場所が間違っている選択肢が出題されていたんですね。具体的にはこんな写真があったとします。この写真は女性が屋外でギターを弾いている、こういった内容の写真です。それに対して A woman is playing the guitar inside、女性が屋内でギターを弾いている、こういった風に屋外の写真なのに屋内でと場所だけが間違っている引っ掛けの選択肢、こういったものが出題されていました。主語動詞目的語は合っているけれど、最後聞くと間違っている、選択肢後半まで気を抜かず聞くことが大切です。続いてパート2に移ります。パート2は比較的簡単でした。今回の問題では否定疑問文が多く出題されていました。具体的には Didn't you とか Aren't we といった文頭が短縮形になっている形です。 Didn't とか Aren't っていうのは文頭の音が連結されていて、とても聞き取りにくいので特に注意するポイントです。こういった文頭の音の連結が起こる否定疑問文苦手だよという方は、公式問題集でぜひ対策をしてみてください。今回難しかったのが、音声のスピードが速かったので、問いかけ文 When なのか Where なのか聞き取りにくかったんじゃないかなと思います。そこで速いスピードでも When と Where を聞き分けられるようになるために、おすすめのトレーニングをご紹介します。具体的には普通の音声のスピードより少し早めて 1.25 倍速などで音の違いを聞き分けるトレーニング、こういったものを行うのがおすすめです。続いてパート3と4です。パート3は普通、パート4はやや難としました。パート4は特に後半スピードが速かったので、なかなか聞き取れなかったという方もいらっしゃったかなと思います。今回特に出題されていたのが具体から抽象の言い換えです。 TOEIC では言い換え表現がよく出題されるんですが、特にパート3、4、本文と選択肢での言い換えがよく出題されます。具体例としましては、 Family、Aunt、Cousin、 家族とかおばさん、いとこっていうような表現が relative 親族という表現に言い換えられていたり、 hotel, inn, lodging ホテルとか宿っていう言葉が accommodations 宿泊施設というふうに、具体的なものから抽象的なものに言い換えられている、こういったパターンがよく出題されていました。この言い換えに関しては、なるべくストックを増やしておく、出会うたびに覚えていく、そういったことが大切です。メディアビーコンが著者になっております初めてのトイック L&R テスト全パート徹底対策、こちらにも言い換えリスト載っておりますので、興味がある方はぜひお手に取って学習してみてください。続いてパート5、6やっていきます。パート5、6はやや難としました。パート5は文法が難しいというイメージがある方も多いかもしれませんが、最近は語彙の問題が難しくなってきています。具体的に形容詞や副詞を問う語彙の問題が難しくなってきています。例えば形容詞の問題ですと、選択肢に4つ形容詞が並んでいて、問題のポイントとして人を修飾する形容詞か物を修飾する形容詞かを判断して正解を選ぶ、こういった問題が出題されていました。具体例として、例えば personable 人柄のいいと eco-friendly 環境に優しい、この2つの単語が選択肢に並んでいたとします。そして空所の後の単語が product 製品といったものが続いている場合、 personable これは人を修飾する形容詞なので不正解、
こういったふうに人を就職するのか物を就職するのか、このポイントで正解を選んでいく、こういった問題が出題されていました。 TOEIC の単語を覚えていくときに意味を覚えるだけでなく、これは物を就職するのかな、人を就職するのかな、それともどちらも就職するのかな、こういったところを考えながら単語を覚えていくことが大切です。続いて副詞の例になります。副詞が並ぶ語彙の問題では程度を表す副詞、こちらがよく出題されていました。具体的には quite かなりとか hardly ほとんどない、こういった単語が出題されていました。 hardly ほとんどないといった副詞はそれ一語で否定の意味を表すので特に注意が必要です。続いてパート7です。パート7のシングルパッセージは普通、マルチプルパッセージは簡単でした。読む量は多かったんですが問題自体は比較的単純でした。特に複数の文章を参照して解くマルチプルパッセージでは、片方の表にある数字だったり日付を見つければ簡単に答えが導ける、そういった問題が多く出題されていました。今回出題されていた問題で特に印象深かったのが、本文では A の後に B をするというふうに表現されている。ただ設問の選択肢では B の前に A をするとか B をするのは A の後といったふうに時系列の言い換えが起きていたパターン、これが出題されていました。 A の後に B をする、 B の前に A をする、 B をするのは A の後、これはどれも A の後に B が起こった、 A から B の時系列ということで意味は変わらないですよね。このように物事の順序を表すときに本文と設問の選択肢で違った表現がされている、こういった問題が出題されていましたので要注意です。英語では before とか after とか following、 こういった表現を特に注意して覚えておきましょう。そして全体の学習アドバイスです。 TOEIC の理解度を上げる、スコアアップをするには単語力が命です。知っている単語をできるだけ増やすことがとても大切です。ただ全ての単語を覚えることは不可能ですし、毎回出てくる単語を予想することはできません。ですので中学高校で習うような基本的な単語だったりビジネスでよく使われる単語、こちらを確実に押さえておいて、とても難しい単語は推測できるぐらい、文章の 7,8 割ぐらいは読めるという段階まで単語力、語彙力を上げておくことが大切です。そしてもう一つ大切なのが複数のパターンの表現をストックするということです。例えば This tour takes you to Beacon Mountain、 このツアーではビーコンマウンテンに行けます。この時の takes という表現、この表現を覚えるだけでなくこの takes を違う単語に言い換えるとどうなるのか、ここまで考えることが大切です。例えばこの takes だったら leads という動詞に置き換えることができます。こういった単語の言い換えとか複数のパターンを覚えるには AA 辞典を活用して語彙力を増やすことがおすすめです。例えば lead っていう動詞を AA 辞典で引いた時に lead の意味の説明として take っていう動詞が出てきます。このように AA 辞典を活用して一つの単語の定義を調べると違う単語で言い換えられている、こういった発見が得られますので、ぜひ辞書を活用して単語を覚えていくようにしていきましょう。そしてメディアビーコンの公式 LINE では TOEIC の最新単語リストを配布していきますので、ぜひお友達登録をよろしくお願いいたします。今回実際に出題された単語リストは後日配布いたしますので楽しみにお待ちください。はい、それでは今回の動画の内容は以上になります。今回は午前の部、午後の部両方動画を上げております。今回午後の部を受験してこちらの動画見ていただいた方もぜひ午前の部の動画もご覧ください。またあまり今回 TOEIC 手応えなかったよという方も諦めず引き続き勉強を頑張っていきましょう。対策を重ねていけば確実にスコアアップしていくことができます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。